それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ、花を切るのはどの馬か。エイヤ、前に行きそうです。ソーバリアン、それに続いています。イルーシブパンサー、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。グリューネグリーン、先手を取りました。並んで2番湘南マグマ、少し間が空いてエイヤ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ソーバリアン、すぐ後ろ、その後ろにレッドモンレーブ、内からはジオグリフ、その隣にラーグルフ、その外にソウルオリエンス、青の帽子マテンロスカイ、その後ろ、その外からドーブネ、すぐ後ろにボーンディスウェイ、並んで9番ヒシーグアス、すぐ後ろにタイムトゥヘブン、最後方にイルーシブパンサー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ、先頭はまだ3番グリューネグリーン、まだ粘っています。2番手はエーヤ、間を挟んでドーブネ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭はグリューネグリーン、その外からはエーヤ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はソウルオリエンス、200を切ったソウルオリエンス、余力は十分、さらに引き離していく。2番手はジオグリフ、ソウルオリエンス1着、ソウルオリエンス完勝。2着はジオグリフ、ソウルオリエンス、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ジオグリフ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくジオグリフ行きました。続いて前へ行くのは湘南マグマ、さらにはボーンディスウェイ、2番グリューネグリーン、その後ろ、先手を取ったのはグリューネグリーン、そして大きく離れてソーバリアント、この位置です。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外からドーブネ、ソウルオリエンス、そのうちに続いています。その外にエイヤ、青の帽子ヒシーグアス、その後ろ、その外にレッドモンレーブ、内からはマテンロスカイ、これに続いてラーグルフ、その隣にタイムトゥヘブン、イルーシブパンサー、すぐ後ろ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてグリューネグリーン、まだ粘っています。2番手はボーンディスウェイ、間を挟んで湘南マグマ、3番手、後続も追い上げていきます。さあ、先頭はグリューネグリーン、その外からはボーンディスウェイ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったヒシーグアス、残り 200m、 一気に後続がやってきた。2番手はソウルオリエンス、ヒシーグアス先頭だ、ヒシーグアスゴールイン、2着にはどうやらソウルオリエンス、3着にマテンロスカイ、勝ったのはヒシーグアス、このレースを制したのはヒシーグアス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ、先行争い、何が花を切るんでしょうか。湘南マグマ、前に行きそうです。グリューネグリーン、それに続いています。さらにはボーンディスウェイ、12番ソーバリアン、その後ろ、先手を取ったのは湘南マグマ、間が空いてエイヤ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。黒の帽子ヒシーグアス、その後ろ、その外からドーブネ、その隣にレッドモンレーブ、ジオグリフ、そのうちに続いています。並んで8番ラーグルフ、その外にマテンロスカイ、並んで13番ソウルオリエンス、内からはタイムトゥヘブン、しんがりからイルーシブパンサー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ、先頭はまだ4番湘南マグマ、2番手はソーバリアン、間を挟んでドーブネ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ、先頭は湘南マグマ、間が空いてヒシーグアス、離れてドーブネ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ソーバリアント先頭、あと 200m、 先頭は変わってソウルオリエンス、2番手はヒシーグアス、ソウルオリエンス差を広げる、ソウルオリエンスゴールイン、2着はヒシーグアス、勝ったのはソウルオリエンス、このレースを制したのはソウルオリエンス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。
スタートしました。好スタートを決めたのはソウルオリエンス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してソウルオリエンス花に立ちます。その後ろからは湘南マグマ、この馬も上がっていく構えです。さらにはグリューネグリーン、11番ボーンディスウェイ、その後ろソウルオリエンス先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、エイヤそれに続いています。これに続いてドーブネ、赤の帽子マテンロースカイ、その後ろその外にソーバリアンと並んで7番レッドモンレーブ、隣にはフィシーグアス、この位置にジオグリフ、内からはタイムトゥヘブン、その隣にラーグルフ、最後方にイルーシブパンサー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として1番ソウルオリエンス、湘南マグマ、ほとんど差がありません。エーニャ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はグリューネグリーン、湘南マグマ、その後ろ間が空いてレッドモンレーブ、離れてラーグルフ。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わって湘南マグマ、あと 200m、 ソウルオリエンス追い上げてきた。ソウルオリエンス抜けた。2番手はタイムトゥーヘブン、ソウルオリエンス、ソウルオリエンス1着、2着は微妙です。勝ったのはソウルオリエンス、このレースを制したのはソウルオリエンス。